左利きの吉岡対する阿部、橋本健斗が中に放り込んだ、落としてこぼれ球、右足のシュート、こぼれ球決めたのは新加入の生駒仁、移籍後初ゴール。このボールの精度も良、ね、かったですし、渡辺選手が早めに競り合いを勝って、まあ、こぼれた後もね、ここ2枚いますので反応早くなりましたし、あとは、ね、コントロールが、ま、コース変わってます。縦に入れます。さあ山下、山下、山下、山下だ。ここで、ここで山下が決めてきた。山口先生、ですね。まあ、ここで佐藤選手がテンポを変えたドリブルから外も出せるような持ち方するんですよね、はい。まあ、それによって内側で、体を開いて待っていた山選手がハーフターンしてゴールを見た状態で駆け引きできたのが大きかったですね。まあ、そこから右足で、ワンステップ踏むことによって相手の重心を中に送り込んで左足、もうシンプルに真ん中を狙ってくるか。池上ふわりと浮かせて中央、シンプルに狙ってきた、頭で押し込んで最後は吉岡だ。いや、見せました。ファーストコンタクトは渡辺選手ですね、はい。渡辺選手がキーパーの直前でヘディングに打ち勝ってこぼれ球ですよね。ここを抜いて戦い必ず勝つぞというコメントです。左からえぐってきます。さらにクロスいったの、またシュート、だー、大月決めました。今シーズン初ゴール、今シーズンから完全移籍になりました大月周平。先制ゴール左から破った形で決めていきました。今のシーンです。まあ、ここサイド使ってどちらかというとこう手数かけずに、まあ、早い攻撃ですよね。早い仕掛けからえぐってクロス、まあ、大月選手のこのニアに最初寄りながら一回こうまた背後に消えるんですよね。そこからのまたボールへっていう。まあ、あとは山口は本当にこう琉球の守備の間のところに立って、まあ、ちょっと嫌なポジショニングをしたの。若いな、大月ゴール。さあ2試合連続です。最後は大月周平、ヒールですかね。どうですかね。まずはここの展開も良かったですよね、はい。ゆっくり時間を作りながらサイドに広げて、まあ、ここもスペースに流し込んだので、あ、触ってますかね。触ってますかね。大月のビューティフルゴール。あー、触ってますね。ますね。素晴らしいゴールです。大月周平2戦連発。まあ、理想的な形作りましたよね。右サイドで少し時間を作って作りながらサイドチェンジを入れてスペースに対して。中には田中渡がいます。田中渡。いや、おー、うまくパス出して左足、田口。こぼれ球。先制。なんと大月今日2得点目。後半開始早々得点を取ったのは大月周平です。まあ、沼田貴也選手のこの内側に入ってこの出した後のカットインも良かったです。ここでクロスじゃなくてシュートを選択したのも良かったですよね、クロスだと中が追いついてなかったので、あとはこの優しいパスもそうですし、はい、ここで思い切って打っていったことでいいところにこぼれましたし、はい。まあ、大月選手利き足じゃなかったの で、 そうでした、ね。思い切りというよりはどちらかというとちょっとね枠内に収めるようなシュートでしたけれども。池上のボール、ニア、最後は橋本か沼田です。前で田中が触ったんですかね、ニアで後ろにすらして、はい、入ってきました。この前で触られたのがやはり、高木が触って、はい、手を挙げているのは大外の渡辺、その横に岸田、真ん中のヘナンだ。おっと、入った。その前、山口先生、はい、あ、ヘナンの前ですね。違いますね、高木選手か、高木選手がちょっと触って、あ、触ってますね。でヘナン、そして沼田、はい、
まあ、でもこのキーパーの前に、ね、こぼれてくるだろうということでしっかりポジションを取って、まあ、当たった感じですね。ももだ、はい、ももにね、はい、シュートというよりは当たった感じです。ここから左足のクロス、ニアサイドヘッド、1点返しました柳口。10人と少ない仙台相手に2点ビハインドだったんですが1点をまず返していきました。石川選手ですかね、丁寧な左足のクロスですよね、まあ、ここに入ったニアの岸田選手ですね、ストライカーらしいいいゴールでしたね。岸田自身は2シーズンぶりのゴールということになりました。前線裏相手ちょっと遅れたかな、はい、おっと渡辺博文からのフィード、スピードのある吉岡中に入れた、セカンドボール狙った強烈、田中渡る、なんと強烈なミドルシュート、山口先生1対0、今シーズン初ゴール。ここのサイドの展開もね非常に良かったですし、はい、まあ、このボールも、いいボールが入ったので、まあ、なかなか余裕を持ってクリアできなかったので中央にクリアになりましたけど、はい、まあ、ここをダイレクトであのコースにミートして、しかもね、そうですね、強いボール入りましたので、もう完璧なフィニッシュでしたね、これは。ちょっとドライブかかってますからね、ランも上がってきてます。浮かせてきて渡辺博文、セカンドボール左足、追加点レノバ山口 FC、 決めたのは石川です。石川今シーズン初ゴール、いいボール入ったので、はい、まあ、ここも、ね、クリアするのが精一杯でしたよね、なので、まあ、これに対してこぼれ球反応して、まあ、叩きつけたのが良かったですよね、はい、目の前にディフェンダーいましたけれども、吹かさないようにということで下に強く打ったことでね、まあ、かなり緊張感ありますね、はい、ありますね、高木大輔、高木大輔決めた、山口追加点、これで3対1、古巣相手にゴールを決めました。まあ、気持ちを込めて打った感じですかね、はい、そうですね、まあ、中央気味ですけど、まあ、強いボールを蹴って、はい、まあ、キーパーの倒れる方の逆でしたね、そうですね、まあ、少し左気味ですけど、流れの中からは右にいます、こぼれた、あー、いいボール、フリーになっている、チャンスだ、シュートだー、決まった、先制、山口岸田の先制ゴール、前半の13分、ここが渡辺なんですよね、ここを収めて非常にうまかったですね、まずあそこでしっかり、ここで慌てずヘディング競らずに胸でしっかりコントロールしようっていう判断も素晴らしかったですし、ここの最後のラストプレーの落ち着き、あとは精度ですよね、最後の岸田のこのシュートも非常に落ち着いてました。いいボール入ってきた、シュートだ、児玉同点ゴール、山口同点に追いつきました、71分、すぐに同点に追いついた山口、ここね、水戸の選手が1人釣ってたんですよね、同点だったと思うんですけど、的に不利な中でちょっと難しい守備の対応になってしまいましたね。まあ、ただ水戸の方は人数これしっかり戻れてるんで、ちょっと大裏やっぱりそうですね、はい、パススピードなんかもね、上がってますしですよね、まあ、そのことによってやっぱこういう縦パスね、間入ってきましたね、橋本いった、橋本のシュート、サイドバックの橋本健人、チームを救ったレフティー先生山口です。まあ、このここでしたね、この手に対してもダイレクトが入って、まあ、いろんな選手が関わり、このシュートのところでも、まあ、うまく当たらなかったのがキーパー藤田選手からしたらね、タイミングがずれて、まあ、こうそうしたのかなという感じでしたけれども、まあ、その前のね、このいろんな選手の関わりと、まあ、あとはシュートのタイミングもちょっとディフェンスが来ているところで打たずにもう1個持ち出したというところが、
狭いところ反転高木山瀬が残した田中のコントロールショットナイスキーパー藤田まだあるか高木がいった高木がいった維新のドラマ土壇場で追いつかれこれまた勝ち越し山口土壇場のゴールやり返しました高木大輔そうですねまあここもいろんな選手がねギリギリつなぎながら最後も落ち着いてましたよねこの田中航選手も強く蹴るのではなくコースだけですしこの折り返しも、まあ、しっかり狙って、まあ、よくセーブしたんですが、まあ、ここね児玉選手もマイナスに来て、まあ、最後はしっかりね気持ちでねじ込みましたけど引っ張り出して下また中に入って受けてつながるチャンスにシュートだそこを嗅ぎつけました山瀬こぼれ球にいち早く反応しました追いつきましたレノファ山口 FC1 対1少し失敗したのかなと思いましたけどもここ体を強さ見せて入れ替わって多分シュートじゃなくてもファールはもらえてたと思うんですが、はいまあ、ここでプレーをやめずに、まあ、この入ったボールに対して、ね、後ろから勢いを持っていた最後もちょっと触ってるんですね、選手触って最後触ってこのシュートはでもおおお取った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 田中渡るシュート前半からもう一新劇場見どころいっぱい前半のうちにひっくり返した2対1開始当初からね少し間延びしたような感じで両者、ね、打ち合うような感じでしたけれどもまあでもこのプレーすごかったですね、まあ、自ら奪い取って、まあ、ここでもパスは考えずに知らん今はおっとかわしたチャンス流し込み大きな1点3点目レノファ山口また高木また高木ちょっと短いはいそうですねまあでも落ち着いて決めましたよね得意な足の方に、まあ、ここでそのねプレッシャーをやめずにいって、まあ、ちょっと中の様子も伺って自分で蹴りやすいところに開いて持って、まあ、あとは相手のコースに流し込むだけ左の橋本ワンタッチ途中出場の島屋既に池上が上がっているエリア内折り返すかヘディングシュート決まりました高木追いついた山口1対1深いところえぐってえぐって決め切りました追いつきました山口ね、これサイドで起点作ってこのインサイドインナーラップ、はい、で変わったばかりのこの池上がそこニアゾーンを取りましたよね、ここ嫌なとこ入られてましたから先ほどから、はい、でここが最後しっかり、まあ、もう少しなのかなっていうところですね池上のクロスボール面白いグラウンダー流れて橋本こぼれてプッシュ1点返した1点返した山口さあ煽りました沼田高也1対2ですいや中島さん、はい、ここで返しました山口ワンツーマーク抜け出してフリーになって、まあ、速いボールを入れたことで、まあ、処理しにくくなりましたし、まあ、このこぼれに対してもね、しっかり落ち着いて沼田選手決めて、まあ、橋本選手も強くというより枠を収めることを、ね、意識して打ったことが功を奏したのかなという感じですね池上掃除左か手には当てましたがしっかりとねじ込みました池上掃除山口すぐさま同点です PK の重要度というのが分かってたと思うんでかなりなかなかスタート切らなかったので、はいね、嫌な雰囲気もありましたけど、まあ、ここが上だったのであと狙ったボール3本吉岡そして田中航が前線へここに走ってきている右足シュートだー最後に決めたのはル
ルーキー沼田拓也、ここぞの人差し。いやー、ここいいボールでしたし、まあ、この入れ替わったところも接触してちょっと体勢崩したんですけれども、そうですね、最後シュートのところは落ち着いてましたよね。最後の最後にこの硬かったくしびきの壁をルーキーが破りました。山口勝ち越し、2得点がなくて、さあここは山口がクロス上げる、池上追いつきました。山口、池上ヘッド、試合をリセットしました。クロスに合わせた池上。いや、後ろ向きにヘディングしたような感じでしたからね、という感触ありましたけれども、まあ、でもここ橋本選手がオーバーラップすることで沼津選手が中をね伺う時間もありましたし、まあ、非常にいいボールが入りましたよね。スピードもあったので、スピードがあって曲がって落ちたので、まあ、ここのセンターバック利用するディフェンスで拾った神垣、スペースを使った橋本、狙っていった、決まった、スーパーゴール。橋本、土壇場で山口がリードを奪っていきます。左足振っていきました橋本健人、今シーズン2ゴール目。時間帯だったので、まあ、この距離から打つのって多分勇気いると思うんですよ。これでプレーがね終わってしまう可能性もある中で、まあ、サイドに振る選択肢もありながら思い切って打って、まあ、ここで手前でバウンドしたことで伸びましたし、さあ中ワンツーで開いていって、マイナスのクロス、それが吸い込まれます。高木大輔、先制は山口。31分、高木大輔、これが今季5ゴール目になります。今山口の、ね、狙いはもう完璧でしたね、まあ、サイドで、3対2を作りながら奥行きに入れたパスを前向きを作ると、まあ、田中航選手のクロスも完璧でしたし、まあ、うまく大槻選手がおとりになりながら、まあ、しっかりニアをつくと、まあ、高木大輔選手も最初入りすぎて、ね、外からしっかりボールウォッチャーになった守備を見ながら自分のタイミングで入っていくというところと、まあ、しっかり、ね、抑えたシュートもさすがで、ません回収して田中のクロス飛び込んできた、止めた、押し込んだ、1点返した山口、梅木のゴールで1点返しました。非常にいいボール入りましたね、田中選手からバックゴールに向かっていいスイングで、まあ、ちょうどですし、勢いも打って入る選手が、ね、多くいましたし、その後も足を止めずに、まあ、ゴールにね、ボールに反応した流れでいきましたので、まあ、しっかり詰めれましたし、小島選手ね、1つ目はよく止めたんですけれども、まあ、この次は、まあ、今度はまたショートコーナー気味、ふわっと上げて田中渡辺、ヘディング、イコマジン、1点返したレノファ山口、コーナーから1点返しました、詰め寄りました。このシーンです、このショートコーナーから、これはもうしっかりと狙い通りで、ね、練習してきた形が出たんだっていうような、ね、ゴールだと思いますけどもね、少し相手を目先を変えて少し戻りながら、さあインターセプト奪った高井、横に送るフリーラ、左足シュート、ディフレクション、ゴールイン、沼田のゴール。22分、山口先制、まあ、ここはちょっと不注意でしたけどね、まあ、このパスのところはちょっと不注意で奪われて、ここも高井選手本当は多分間に入れたかったと思うんですけれども、ディフェンスキーパーの間に、はい、これがマイナスになって、シュートも沼田選手しっかりミートでききらずに、まあ、前の平岡選手ですよね、平岡選手が戻ってきた、そうですね、内田選手に当たってですかね、縦画面だと当たった仙台はマンマーク、ニアサイドフリック、こぼれてくる、押し込んだ、山口追いつきました、渡辺、終盤試合は振り出し、ちょっとだけ触りましたよね、ここにあえて蹴って、まあ、ここで触ったことで仙台は、ね、クリアできなかったですし、
に流し込んでいきました。山口1点を挙げて2対1です。かなり神経使いながらゴール前守らなきゃいけないというところはあると思います。まあ、一呼吸を置いて、まあ、堀田のそのタイミングをずらしての見事な PK 高いです。まあ、両チームとも佐藤さん、やはりその僕避けるのは佐藤か入れてきた、合わす、決めた、山口同点、決めたのは菊池、ベテラン菊池2シーズンぶりのゴール。山口前半終了間際に同点に追いつきました。攻撃が進んでいき、ラストのところの仕上げをきっちり仕上げたという意味ではね、前半ここで2対2に追いつ、山口ここは取り返して遠いから狙っていった、はい、ゴール、見事な隙を逃しませんでした。田中の左足、超ロングシュートが吸い込まれました。山口先生、いやそうですね、見事でしたね、はい。まあ、最初の中盤競り合いのところから選手に込めて、あ、ちょっと選手ね見てたんですけれども、チャンスがないなということで山口選手の位置も見て、まあ、距離もありましたけれども、まあ、比較的フリーだったのでしっかり狙うこともできましたし、はい、とはいえハーフウェイラインのね、いや、うってつけの位置ではありますが、さあどちらが来る、高井が狙ってきた、フリーキックでやり返しました。山口高井の直接フリーキック、右の隅に突き刺しました。1対1、ゲームを振り出しに戻しました。いや、完璧な機能でした。まずこのシュートも、まあ、インフロントであったりサイドで蹴るというよりも完全にインステップ気味に蹴りましたから、はい、スピードが落ちずにボールをしっかりと抑え込みましたね。中村拓海、キーパーへ、あーと、こぼれで詰める、山口同点ゴール。鳴岡、横浜 FC は自ら失点です。鳴岡加入後初ゴール、切られたことで内側向いて、多分一瞬鳴岡選手のことも見えたので、パススピード上がったと思うんですよね、この中村選手。ちょっと、で、速いボール上げていく、ゴールは流れる、橋本折り返し、こぼれてシュートだ、梅木、梅木1点返した、1点差、81分、山口も追いつかります。ゴール前のこぼれ球、梅木が詰めていきました。この前の、まあ、ここクロスですけどね、ギリギリよく折り返して、まあ、ちょっとハンドもあったのかなというところですけど、なかったですね、ヘディングクリアですが、まあ、ここもうまくマイナスに残して、まあ、最後こぼれてきたところよく決めましたし、まあ、この一連の流れの前も横浜 FC のカウンターになりかけ、佐藤から右の高木、中央へヘディング、沼田、さらにシュートだ、同点、同点、追いつきました。最後は鳴岡、86分、3対3、試合はまたしても振り出しです。いや、ここでダイレクトで入れたのも良かったですよね。ここでどっちっていうボールを、まあ、よく詰めましたし、その後こぼれ球にもね、まあ、ここも非常に難しいですよね、近くから至近距離から来たボールしっかりね枠に収めて、この技術の高さですよね、鳴岡選手の。おっと梅木、鳴岡つながって、もう一回梅木、田中いる、来た来た、ドンピシャ合いました、入ったばかりの沼田中也でした。ダイナミックに入ってきましたね、このまあターンも見事でした。でここからやっぱりボールを持っている植木をこう追い越していく選手ですよね。ちょっとマッチアップした2つはちょっとアクシデントで相手ボールにしてしまいましたけれども、触ったボールがまたここ植木のところに行ってしまう、町田からするとアンラッキーかもしれませんが、横を狙って合わせましたし、よくあそこに入ってきました、はい。
ファーサイドに選手が固まっていますが、そこめがけてボールが入ってきた。これだ、ミドルシュート。追いつきました。山口63分前、高幸です。まあ、ここもいいボール入ったので、はい、キーパーはね、白井選手出れなかったところで 50-50 のこぼれ球、まあ、それに対して、ね、ここでこぼれてきて、うん、まあ、力を抜いてですよね、はい、抑えることに注意を注いで滑らせるように蹴ったのが、まあ、ブラインドにもなったでしょうし、はい、そういったところはしっかりと教え込まれています。年齢関係ないですからね。そうですね、正直。さあ変化つけて池上、佐藤出てきた。仕留め切りました。レノハ山口、セットプレー、デザインされたセットプレーから74分、山口。ここで2対1を作れたのがこの大きなポイントでしたね。でそこから高井選手フリーになって、わー、ね、しっかりと仕留めるところがやはり、あ、佐藤健介選手ですね。佐藤仕掛ける、広げて吉岡ダイレクト、ムメキが待っている、こぼれて池上、サイドから崩し切って山口先生、僕外して吉岡だ、こぼれ追加点、ムメキが決めました。変えましたよね。このパス良かったですね。この間のところを見逃さずにスペースパス出しましたね。そして池上選手のパスも少し戻して前、高之中3枚いる、鋭いボールが来た。ご覧そう、高井和馬、前から高井、ビューティフルゴール。まあ、このクロス非常に速くていいボールでしたけども、ここのボールに体反転させながらボールに触って枠を捉える、非常に、まあ、難易度の高いシュートだと思いますけども。前来ます、仕掛ける、地元右足のクロス、またオーバー、当たってゴールイン、オンゴール、山口4点目。まあ、この先ほどのゴールがあるので、まあ、群馬のディフェンダーもやはりこう内側取って足元、足元シュート、高い、結構中央に空いたスペースに、はい、後ろ山瀬浩二が来た、岸田だ、オフサイドありません。沼田選手からですね、沼田選手、そしてここ入ってきた山瀬選手、いいタイミングでした。シンプルに上げて競って落としたボール、ヘディング決まりました。ゴマがここでヘディングを勝ってますよね、はい、でこれに対して1回ヘディング詰めてますけど、そのこぼれ球を高井が決めたということだと思いますね。1回これ防いでるんですよ、ね、そうですね、はい、彼がいい時にねしっかり点を取らないと、はい、さあ突破していくのは吉岡です。吉岡変幻自在のドリブル、スペースに上がっていく高井和馬、そこにボールが出た、高井右足流し込んだ。前半30分高井和馬今日2ゴール目、2試合連続の複数ゴールです。高井和馬作って最後フィニッシュワークは高井です。ここの中盤をねやっぱり一人で抜けたのが大きかったですし、ドリブルでこうちょっと右に方向転換しながら、はい、全体にこう相手のディフェンダー陣をちょっとこう左に寄せながら高井がフリーなスペースを見ましたよね。でもあとはここで、まあ、ワンタッチで狙うだけですけど、まあ、非常に高井としてはこう楽なあのシュートシーンだったと思いますけど、はい、まあ、吉岡のアウトサイドの少しこう山口由伸、池上頭空いた、おおすごい、1点返します。後半から出てきました鳴岡光、見事なシュートでした。まあ、岡庭選手からのちょっとパスのミスからでしたからね、ちょっとリアクションになってしまったところと、ぽっかりちょっとスペース空いてしまいましたね。30分もあります。ここで、はい、ちょっと入れ違ってしまって、すぐに、はい、叩いた後に溜めて溜めてと、左足のコーナーキック、橋本のキックです。ヘディングは足を合わせた、決まった、山口先生
よく合わせましたね。先制点は田中、前半の16分。風に合わせようとしたのかなという軌道ではあったんですけども、その後ろ拾って山口、橋本健斗かわす、近いところでシュート、いやー、前半8分、この試合でも田中渡る、今日は利き足、左足で決めてみせました。前半8分、ホームの山口先制です。いや、素晴らしいシュートでしたね。今のはイメージありましたよね。ここでかわしてグラウンダーのボール、ここの止めるときにもう次のシュートをイメージしてますし、足元に止めなくちょっと前に出したことでディフェンス寄せる、ね、はい、間を与えずに角度もうまくつけましたし、まあ、本当、いや、これ素晴らしいゴールです